はい、どうもこんにちは、なまなよです。はい、本日はですね、 YouTube でね、知り合った人と一緒にお食事をした回で、やっぱりね、こう YouTube やって、今はやってない人なんで、声をね、後付けナレーションにさせていただきました。はい、本日行くところはですね、こちらでーす。はい、春日部にあるね、やぶそばさんです。これね、駅からね、多分歩いて10分もしないかなっていう場所に、こんなひっそりとね、昭和感が佇む、はい、お店を発見しました。もう屋根とかもね、もう昭和30年代ぐらいなんじゃないかなって思います。で、こっちを行くと、いつもね、帰りにね、脇道走ってる時に通るね、細い道があります。じゃあ早速中に入ってみましょう。中に入るとね、やっぱり昭和感がいっぱい。いや、これね、結構貴重なお店だなって思います。なんか夫婦ね、お二人でやられてるっぽくて、でね、値段が安い。ここ安いわ。でね、本日ね、注文したのが、中華そばとカレー南蛮を注文させていただきました。まあね、今、向かい側にはね、YouTube で知り合った方と一緒に話してるんですけど、声が入っちゃうのね、後付けにさせていただいてるんですけど、すんごいレトロなところでね、でもね、お店の中お客さん結構いたんですよ。これはね、この老舗感あっても潰れないなっていう繁盛っぷりで、やっぱね、昔から春日部にいる人たちが食べに来てるのかなって思うようなお店でした。あ、でね、カレー南蛮の南蛮って、あれ、なんで南蛮っていうのかっていうと、よくね、鴨肉を使ってるから南蛮っていう勘違いする人がいるんだけど、南蛮って、南蛮の調味料で作ってるから、カレー南蛮なのね。ちょっとした雑学なんですけど。だから、蕎麦やうどんにカレーをかけたらもうカレー南蛮です。インドの方とかね、向こうの方は昔から南蛮って呼ばれてて、そこのスパイスをかけて食べてるのが始まりで、カレー南蛮っていう名前になりました。これね、もし学校とかでね、雑学で言うときになったら、皆さん使ってみてください。何の具が入っててもカレー南蛮です。で、簡単に言うとカレーカレーって言っちゃってんだよね、あれ。そうなもんでね、雑学程度に覚えておいてください。ちゃんと今日はね、ぬいぐるみ準備したよ。またぬいぐるみって言うんじゃねえよって怒られちゃうよね。多分ね、これね、食事待ってる間ね、俺ね、なんかすげえドヤトークしてる。アメトークならぬドヤトークしてる。ちょっと恥ずかしい。でね、ちゃんと名刺渡して。一応ね、YouTube 用のね、名刺持ってます。だからこれはね、本当に知り合った人にしか渡してない名刺なんで。なぜなら私の本名が入ってるから。で、ね、本名を知りたい人はね、会いに来てください。Twitter とかでもね、今日ここ行きますとか、言ってるんで、うわ、こいつちょっと知りてえ、ちょっと興味本位に冷やかしに行ってやろうぜって思う人は、来てください。そしたら名刺渡すんで。で、届きました。はい、こちらがカレー南蛮です。いや、実にシンプル。このね、柄の全く入ってないね、水色の丼にカレーがひったひたに入ってて、非常にね、食欲をそそられます。カレーが多めっていうのもいいよね。はい、いただきまーす。たまにさ、変なところだとさ、麺の方が多くてカレーが少ないっていうところあるじゃん。たまに染み込ませて味わいたい時とかあるから、そうするとね、カレーが少なくなっちゃうんだよね。でね、これね、食べた感じね、なんだろうな、カレー南蛮はカレーの味が強いです。味自体が、まあカレーって言ってもいわゆる日本のカレーね、日本のカレーが味が強くて、まあ結構出汁もね、強めについてる感じです。で、肉はね、結構ね、ぶっとめそう、太めなね、感じのね、肉で歯ごたえが多かったです。で、ね、何よりもね、自分がね、これね、結構ポイントあるなって思ったのが、ネギの味がね、すんごいしっかり染み出る。たまにさ、ネギがほんのちょっとしか入ってなくて、あれ、ネギの味してんのしてないのっていうお店なんだけど、
ネギがふんだんに使われててね、あの南蛮っぽさがすごい出てるのよ。日本で作ったカレー南蛮って、ネギの味も結構強めじゃん。でね、これね結構好きだった。ただね、意外にもね味が濃かったっていう印象があります。あの、もしかしたらね、これにライスつけて食べてもいいかなっていうぐらいの味でした。まあうまけりゃ何でもいいんだけどね。うん、俺が一番ね良かったのはね、ネギ好きな私がネギがいっぱい入ってて良かったっていうことで、あとね、だしの味がちゃんとしてるっていうこと、うん、これはね本当良かったです。でね、中華そば来ました。はい、こちらです。こっちはね刻みネギだったんでね、うん、これ見て、チャーシューが超分厚いの。あれね、2枚ぐらいしか入ってない。まあちょっと少なめなんだけど、でも分厚いから結果的に4枚5枚分ぐらい入ってるのかなって。これで550円は安い。でね、これ味がね、まあシンプル、そうシンプル系の醤油ラーメンなんだけど、あのね、まず1個目が、麺がね、これラーメンの麺じゃないよねって思った。乾水を入れると黄色くなるんだけど、麺がちょっと白めなのよね。これもしかしたらね、あの蕎麦の実のね内側を入れてるのかもしれない。で、スープなんですけど、まあ、いわゆる一般的な中華麺、まあ、醤油のスープなんだけど、それにプラスね、やっぱね、ここで、ね、出汁を強めに取ってるのか、出汁が強めでした。だから、よくある中華そばのお店っていうのは、熟成醤油で、返しを作ってね、ラーメンを作るんだけど、熟成醤油を少ないしてる代わりに出汁を多めにしてバランス取ってるような、あの中華そばの味でした。まあほんとビビたるもんなんでね、ほぼほぼあの昔の中華そばの味なんですけど、非常に食べやすかった。ただね、うまい。うん、もう それさえ良ければそれでいいから。うん、だからね、営業時間がねやっぱり短い、ご夫婦でやられてるんでね、うん、昼のみの営業になってるんで、ちょっと希少価値です。皆さんもね、行く機会があったら行ってみてください。でもね、やっぱりね、ここもね、テリア食堂さんに近くて、シンプルを追求してるような味わいでした。あ、でね、あとね、胡椒はめちゃめちゃ合う味かな。なんでかわかんないけど。うん、胡椒入れて食べてました。私も。だから、ふわーっと、なんだろうな、ふわっとしすぎてるって言ったら申し訳ないのかもしれないけど、ふわっとしてる味なんだろうね。柔らかい味、柔らかいのが強めな味だから、うん、ちょっとピリッとさせるのが俺は好みだったのかもしれない。うん、そのままでも全然美味しいんだけどね。うん、ね、今途中のシーンを流してるんですけど、これをこれこのぐらいね、カレーが残っちゃうカレー南蛮、うん、これがいいよね。チャーシューがものすごくズームで映ってるけど。いやでもこのチャーシューもうまかったよ。ぶっとくて。なんだろう、角煮食ってるような感じだもん。はい、ということで、ごちそうさまでした。うん、非常に美味しかったです。やっぱね、こういうお店はね、まだ、残ってってほしい。こういうね、シンプルなね、昭和30年代とか40年代ぐらいにね、食べられたような味付けの、中華そば。そう、ラーメンじゃなくて中華そばね、まだまだ残ってってほしいなと、思います。でね、ここでいきなり動画が終了になっちゃうんですけど、それはね、話が弾みすぎて、外の一例をね、忘れてしまってたので、うん、ここでね、ちょっと動画をね、切らせていただきたいと思います。この後ね、また、ちょっと違うところでね、お話しさせていただいて、うん、バイバイしたんですけど、あ、そう、ちなみになんですけど、駐車場はないです。スクーターとか自転車だったら止めれるんで、ぜひとも行ってください。うん、ただね、駅前、うん、駅から歩いて5分から10分ぐらいのところなんで、うん、電車で来る場合はね、全然余裕で行けると思います。まあ、そんな感じでね、本日の動画は終了にさせていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。回れ回れ屋根風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて
果て間な心、君は知らない。